中国最果ての島で旅立ちました。行かしていますけども、今日はあのですね、せっかくなんですけど、冬学校やっちゃったんですよね。はい、10月になると冬学校やりますんでね、もうちょっと早いと全貌がこう外側から見れたんですけど、申し訳ないです。じゃあ今日ですね、なんかせっかくですので、ビデオと用意してあります。はい、あと資料等もここにありますのでね。資料もお取りください。これがあの住宅の方の資料。一物です。はい。あとこれは神奈川海賊です。これも一物です。はい。それまあお持ちだと思いますけどね。大体こう。一応一枚。これは。あ、それと、あ、それ違いますね。ああ、住宅持ってないかと思います。住宅の持ってないかと。神奈川外部っていうの。はい。住宅。はい。わかりました。この、そのあるじゃない。うん。これまでで。はい。こちらの方まだ